任せは早いぞ。どんどん行きますよ。島風艦隊、気合は十分です。セルガ殿、大丈夫そうです。合流してください。なんとか巻いたかからの奇襲攻撃だぜ。うわ、読まれてるのか。はい、頑張っていきましょう。少しリラックスしてはいかがですか。皆を勝利へと導きますわ。あとは私がやる。両チームとも健闘を祈るにゃ。もう少し頑張れるか。皆様をお守りいたします。まだまだ。へい、行け。まだまだ。それ。私も頑張らなきゃ。発射。全力でやっちゃいますからね。メイキエーイ。任せるです。行くです。綾波たちならやれるです。えい。鬼神に手を出したこと後悔するで。これで皆様をお守りいたしましょう。他们表情感触也是逃がさないです。準備はできたのです。えい、熱気増援です。装填完了です。味方、なかなか順調に進んでいるかと。勝利はすぐそこですわ。優雅に行きますのよ。しくじった。勝利すぐそこですわ。危ないわ。敵が来たよ。私が向かいますわ。敵も懲りないようでございます。任されました。皆さん頑張ってください。全力で頑張ります。頑張れ。いっぱいいて。いけ、今行くよ。やっちゃいます。うわ、全力でやっちゃいますからね。避けられませんよ。行け。それそれ、任せるです。もう何、完全勝利です。胸の内から力を感じるです。Took us only a handful of missions where I didn't get S. いつ襲われるかわかりませんよ。自利品ね。ここからはせめてキューブを着実に集めるぞ。Oh, I just realized I forgot to push the share button at the beginning, which means now I gotta go back. おっと、ドンレアですよ、これ。すごいです。島風艦隊。気合は十分です。 Sorry. Coronavirus shut ラフィー指揮官の指示により、ダブルお姉ちゃんがキューブ採取の邪魔をするわわざわざそのタンクにする意味あるんですか。はい、頑張っていきましょう。まぬけ、さっさと終わりなさいっての。仕方ありませんわね。幸運の風をもたらすわ。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。皆様をお守りいたしましょう。全部倒すよ。あ、撃破です。撤退するわ。ジャベリンの本気を見せちゃいます。ちゃんとやりますよ。皆さん頑張ってください。皆様お守りいたし、それそれそれ、そこだ。避けられません。命中です。準備完了です。
行くわ。I like her art. 皆さん、頑張ってください。皆様お守りいたします。それ、うわ、止められませんよ。これで片付けちゃうよ。メイド流です。やめてよ。これでいい。神竜奥義。大丈夫？Look at that frame rate. 逃がさないで。そこだ。鬼神の力、思い知るがいいです。インディーちゃんへの思いが、こんなこともできるんです。やっちゃいます。任せるです。大変だったな。これ以上ない結果です。力は役立ててこそ意味がありましょう。キューブを採取しました。50個は集まったな。このまましのぎ続ければ。I love how none of the missions involve collecting the cubes. Like, really, for all the battles. 勝つぞ。必死の攻防。合同大演習始まって以来の接戦が続いているにゃ。獣王のキューブ数50個、それに対してキューブいっぱい見つけてきたの。もうそろそろ幽霊さんは限界なの。ユニオンのキューブ数これで49個にゃ。制限時間はあとわずか。獣王は逃げ切れるかにゃ。させない。ロングアイランドの代わりにラフィーが起きる。ラフィーちゃん、忘れ物だよ。サラトガちゃんが守ってあげる。ここに来てラフィー指揮官完全復活にゃ。よし、ここが踏ん張りどころだ。ラフィーの支援に回るぞ。ええ、クリーブランド、守りを固めるわ。見よ、姉3人分の壁は厚いよ。押しつぶされるわけにはいきません。セルガ、正念場で勝負。This game is so silly. はい、頑張っていきましょう。I need to go back to Bane. 姉ちゃんにおとなしく待っててって言われたよ。期待に応えますわよ。鬼になってもいい。正々堂々と戦うにゃ。こうつけてミンディーちゃんに褒めてもらいましょう。全部倒すよ。わっ、やっ、これ以上は当てさせないからな。全部倒すよ。イエーイ、全部倒すよ。それいけ。Oh, there's a new game. It's kind of cool. It's 2.5 years old. Switch. 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 Since we have this, Code Bane. And Dark Moon Buff, right? I would finish. Switch. Switch.サラトガちゃんの本気、私の力を見せますわね。帰れると思うな。私が募集したい。あやなみたちの滑り、これえい、あやなみたちの滑り、そこえい、鬼神の力、思い知るがいいです。私、サラトガちゃんの本気、行くよ。大丈夫でございます。私が終わった。すぐそこですわ。許しませんわ。気をつけて。サラトガちゃんの奥の手を見せてあげる。遅いですわよ。私が向かいますわ。狙いは完璧ですわ。あいつら許さない。私が向かいますわ。サラトガちゃん、今ですわ。勝利はすぐそこですわ。
次はしっかりね。これで決めますわ。どんどん行くよ。攻撃回避、はい、勝利はすぐそこですわ。よし、これで全力で行きます。撃ち抜け。傷は浅いよ。避けてみろです。鬼神の力、思い知るがいいです。逃さない。これ以上は当てさせないからな。えい、それ逃さないで。死ぬこっちゃ。気をつけて。やっ、えい、しっかりしろ。大丈夫。それまだ、これが逃がさないでよ。大丈夫ですか。綾波たちならやる。やったな。逃がさないで。神竜奥義、この調子で行くです。あ、おい、けこれで決まりです。逃がさないで。えい、これで恐れ。やっちまいや、敵が来たよ。逃がさないで。痛い。綾波たちなら耐えれる。耐えれると思うな。I'm totally impressed on that one. Oh. 遅いです。もう終わり。させないです。この程度、逃さない。えい。あ、目の前の敵は当てさせないからな。神竜奥義。そこにしっかりしろ。えい。鬼神の力。思い知る。剣弾発射。緊張していくです。逃がさないです。まだ、あ、傷は浅いよ。何タイプで戦車が終わったんです。綾波たちなら私の力を見せますわね。遅いですわよ。勝利に導きますわ。今ですわ。味方、私が向かいますわ。大丈夫。当たりませんわ。狙いは完璧ですわ。勝利すぐ次につなげます。力不足でしたわ。I just never really struggled. And then I got annihilated. Alright, here, that's good. I feel like now there's actually some challenge. 島風艦隊は不可能も可能にしちゃいますよ。 Yes.Alright, let's upgrade some stuff. Alright, first of all, I don't like this one. What is she? A battleship? Yeah, she's too slow. Light cruiser, aircraft carrier. But I guess I already have her.またお願いしますわ。任せて。We'll try that. Alright, let's check out weapons. どれにする？君と、これ似合う？これにするの？いろいろあって迷っちゃいますね。どれにしましょう。これでもっと強くなれます。どれにしましょう。いろいろあって迷っちゃいますね。Yeah.
どれにしましょう。それがいいです。決められる？どれにしましょう。いらっしゃい。どれにするです。いい感じです。新しい装備楽しみです。これが良さそうです。試してみるです。新しい装備が良さそうです。試してみるです。新しい装備楽しみです。Doesn't look heavily stuff this thing. What if I can buy this?するんですか。Let's probably check this door. Cube が Luffy 意識が痛恨のミス。Cube を海に落としてしまったにゃ。ああ、島風もやっちゃってる。おっと、島風艦隊も同様のミスをやってるようにゃ。島風、大丈夫？私は平気ですけど。
今すぐに拾い直せばいいだけのこと。みんな、ラフィー指揮官のフォローだよ。右の方のサラトガちゃんに任せて。私が中央に行くぞ。私はじゃあ左。それなら私、スルガちゃんの邪魔をするわ。うわ、抱きつかないで。5、4、3、2、1、終了にゃ。さあ、改めて両陣営のキューブ数を確認してみるにゃ。ユリオン、40個。まずいな、全部は回収しきれなかったのか。対して中央、40個。同点なの？すごい奇跡が起きたにゃ。今回は勝負つかず。いや、これはどっちも勝者、みんな MVP にしちゃおうかにゃ。あ、アカシいいこと言うね。サラトガちゃんもその意見には大賛成だよ。インディーちゃん、お姉ちゃん MVP だよ。私もみんなも MVP なの。こういうノリ嫌いじゃないけど、二人はどうかな。駿河殿は笑っているわね。よかった。島風。はい。なんでしょう。これで大体。この日、私にはみんなの笑顔に照らされて、もっとキューブが輝いて見えたのでした。でも、その裏で不参加だったエンタープライズさん、島風たちの知らないところで事態は動き出していたんです。呼び出しておいてご登場が遅かったじゃないか、赤木。ごめん、遊ばせ。お互い多忙な身でしょ。多めに見ていただきたいわ。Oh, time to save. Chapter 3 complete. Akagi, 今晩会ってくれると聞いて、ここに来るまでいろいろと調べてきたんだ。それはそれは、さすがお仕事に熱心ね。何か不正の証拠でも見つけられた？早速だが、質問をさせていただこう。どうぞ。こちらも答えるために来たのよ。まず一つ目だ。どうやって私の連絡先を知った？あら、それわざわざ今ここで質問をすることかしら。さすがだな、赤木。私の連絡先程度知っていたのだな。くらいで流してもらうことじゃなくて。で、どうやって知ったんだ？そんなに知りたいのか。なら答えるわよ。緊急でエンタープライズさんに連絡を取る必要があります。彼女の連絡先を教えていただけないでしょうか。そう言って頼んだのよ、ヨークタウンさんに。ヨークタウン姉さん。まあ、他ならぬ赤木相手だからいいが、その連絡先、みだりに人には教えないでくれよ。当たり前でしょ。無敵の女が個人情報の漏洩は気にするのか。私だけでなく、もし仲間のことまで全部握られていたりしたら恐ろしいじゃないか。疑問を持つのはもっともだろう。そうね。安心して、プライバシーにはうるさいから。私で、他にもっと大事なことを聞かなくてはいけないのではなくて。まだ若干気になるが、正直その通りだな。では。待って、質問は3回までよ。あと2回以内にしてちょうだい。はあ、そろそろ本題に入らせていただく。ええ、早くして。キューブとは何だ？獣王のものではないのだろう。それ、
一度に二つの質問をしているようだけど、特別に許してあげるわ。はい、ご指摘の通りよ。全く未知のものであり、キューブが何かはわからないから、この合同大演習を使って集めているのよ。考えたな。一石二鳥というわけだ。そう、演習にかこつけて皆様に集めていただいているわけ。黙っていたことが不快であればごめん遊ばせ。不快ではないが、わざわざこのような手段を取っていることがこちらとしては大いに気になるわけだ。キューブが獣王のものでないなら疑問が浮かぶ。少なくともキューブのある位置については正確に把握し、その上で連日の演習を開いていることになるわけだが、ここ数ヶ月前まで獣王がキューブの情報を得て調べているような兆候は一切なかった。ああ、心配しないでくれ。この件についてはこれ以上赤木に質問をする気はないんだ。すでに確信があるから。独り言を続けさせてくれればそれでいい。ほう、ではその独り言勝手に聞かせてもらうわ。ありがたい。合同大演習開催の1週間くらい前になるのか。こんな号外が獣王内で配られていたんだな。読み上げるぞ。セイレーンと交戦を行い、相手の出花をくじき、見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦、獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース、駿河と島風、ここにあり。思ったより入手は難しくなかった。何しろ獣王内で大々的に配られたものだったようだから、友人に聞き回ればあっさり手に入ったぞ。現物を入手したのか。取り締まってもいないけど大したものね。どうやら我々やロイヤル、鉄血が知らぬ間に島風と駿河がセイレーンと交戦まで行っている。二人が無事で本当に何よりだ。そしてその後に合同大演習でキューブ集めを実施ときた。これらに因果関係がないと思う方がおかしいだろう。キューブはセイレーンとの交戦の結果、おそらく偶発的にもたらされたもの。それが何らかの理由で流出であれば、慌てて回収が必要なことにも納得がいく。そもそもセイレーン戦を律儀に各陣営へ報告してしまっていたら、島風と駿河は重要参考人として長期拘束されていただろうし、若い二人を守るための手段でもあった。Is there another thing that we have to battle against? 喋りすぎてしまったかい？いえいえ。つくづくあなたは軍人より刑事か探偵の方が似合うと思いまして。天城姉様が生きていればさぞお会いしたくなるのでしょうに。なかなか笑える冗談だな。さて、では最後の質問をさせていただこう。何なりと。赤木、平和についてはどう考える？驚いた。いきなり哲学の質問になったわね。大事なことだ、聞かせてほしい。この合同大演習のように全ての陣営が手を取り合い、これまで以上に親密になることよ。それが私の願う平和で、天城姉様から託された最後の思いよ。素晴らしい。心から同意をする。そう考えているなら安心だ。天城さんのことは残念だったな。よして、昔のことよ。赤城のやり方、一個人としては理解をする。だがロイヤル、特に鉄血への対応は今後も重々気をつけてくれ。すでに釘は刺しておいたが、さて、すっかり長くなってしまった。あえて話せて嬉しかったよ、赤城。ええ、私もとっても。加賀もどうせ近くにいるんだろう。見張り、ご苦労様。それでは失礼する。やれやれ、グレイゴーストは相変わらずそこが見えん。私の存在はバレていたようだが、わざわざあれの見送りは必要ないよな、姉様。ええ、大丈夫でしょ。夜も遅いわ。
私たちも休むとしましょう。ああ、明日はいよいよ鉄血との演習か。何事もなければよいが。ラフィーさんとはもう少し長く戦いたかったですよ。うん、キューブを集めるのは楽しいけど面倒。それに戦ってる時もキューブはすごく邪魔。そうそう、模擬弾を使っていることも相まって本気がちっとも出せません。演習としてはこれ以上ないくらいよくできていることになるけどね。確かに言われてみれば、島風が本来戦艦の方に真正面から戦うなんて無理ですものね。なるほど、バランスはうまく取れているような気がいたします。ラフィー、今度リミッター解除する？ちょ、勝てそうにないから結構です。ね、駿河殿。あれ、体調が悪そう。うん、さて、縁も竹縄だけど、もうそろそろ日付が変わっちゃうぞ。鉄血との演習が明日に控えてるんだろ。そうだ、島風、私たちは出ずっぱりなのだから休むぞ。はい、あのユニオンの皆さん、お誘いいただきありがとうございました。エンタープライズさんにもよろしくお伝えください。ええ、分かったわ。島風、バイバイ。飲み物美味しかった？とってもですよ。今度は獣王のお茶もぜひ召し上がってください。それでは失礼します。おや、君たちは。エンタープライズさん、こんばんは。夜分お疲れ様です。君たちこそ演習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ、ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだろ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。はい、 ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤木。さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん、疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？何か外が少し騒がしいですね。私には何も聞こえないけど。島風のこの耳よく聞こえるんですよ。ちょっと様子を見てきます。話したいことがあったんだけど。いいわ、また明日ね。はい、おやすみなさい。物音がしたのはこっちからだけど。お、ロイヤルの皆さんだ。血相を変えてどうされたんでしょう。あら、島風ちゃん、あなたってもしかしてセイレーンにすっごく縁があったりしますか？え、どうでしょう、何かあったのですか？はい、実は会場で警備に当たっている姉たちから緊急連絡がございました。鏡面海域の発生を今しがた確認したと。鏡面海域？セイレーンが突然出現するときにね、事前に辺りの海や気候がいびつに変化することがあります。大嵐や険しい霧の発生、そして変色する海、そういった異常気象が起こってしまった海域を指す言葉が鏡面海域ですよ。そろそろ一般的な情報としてみんなにも伝わるんじゃないでしょうか。
覚えておいて損はないと思いますわ。つまりセイレーンの誰かがまたここに来ているということでございますか。ご明察でございます、島風様。12時の方向に大きなジャミング反応です。しかしこれはあまりにあからさまですね。こんな状況下でわざわざジャミングをするのは多分おとりでしょうね。でも無視もできませんわ。ベルファスト、ジャミングのある方はお願いできます。こちらは私に任せて。イラストリアス様、よろしいのですか。あなたは一人しかいないのですから、ここは二手に分かれましょう。結局どちらが本命なのかは分かりませんし、両方にいるかもしれませんしね。しかし、あの、僭越ながらこの島風、イラストリアスさんのお供をさせていただけないでしょうか。まあ、あの赤城様も認める島風ちゃんが。素敵な申し出感謝です。とっても心強いですわ。どう？ベルファスト、やっぱり心配ですか？いえ、滅相もございません。島風様、ご助力、痛み入ります。それでは、どうかご武運を。万一のことがございましたら、すぐに駆けつけますので。ええ、合図を決めておきましょう。はい、かしこまりました。じゃあ、島風ちゃん、少しこの辺りを散歩してみましょうか。ええ、緊張感のある夜のお散歩ですね。うん、さっきまではこの近くでも反応がありました。きっとすぐそこよ。イラストリアさん、まさかあの人影はセイレーン？そのようですね。止まりなさい。おっと、oh, okay. This is the siren. 見つかっちゃったか。おとりに引っかからない頭のいいのがいたようだね。島風ちゃん、私の後ろに。で、あれ？ちょ、あなた、ピュリさんじゃないですか。おや、ち、島風もいたのか。え、知り合い？そうですね、ピュリさんの機械を壊したのが私で。っていうか、あなた、セイレーンだったんですか。ああ、ようやく分かってもらえた。お姉さん、嬉しくて泣きそうだよ。再会を祝して握手でもしない？ほーら。あ、はい。待って待って、島風ちゃん。セイレーンは警戒すべき相手ですよ。あ、そうか。これ、うかつに手を差し出したら握手と見せかけてギューって思いっきり手を握りしめられて、いてててててててってやられちゃうやつですね。その程度で済ませてくれればいいけど、yeah. あらら、偽装も持たない私のことが怖いのかな。何よ。ならばピュリさん、握手しますよ。ほら、ただしお先にそちらが片手を差し出してください。島風はそれを両手で包み込むように握手します。思った通りだ。手を出してこない。そっちだって島風のことが信用できないんだ。ついでに、自分がやられたら嫌なことは人にもしちゃいけませんからね。今の流れでわざわざ手を出すやつはいないだろう。ええ、二人ともご挨拶はそろそろ終わりです。ここで何をしていたのか、ピュリさん、詳しく答えてください。Here for a long time. 別に何か仕掛けてたわけじゃないよ。そもそも協力者のことがあるから言えないな。おっと、口が滑った。協力者？悪いけどさ、私は今謹慎中なのよ。そろそろ戻らないとすっごくどやされちゃうわけね。おまけにさ、さっきから足につけた偽装を使って密かにサインを出してるな。仲間を呼んでるんだろ、ねえ嬢様。気づかれちゃいましたか。私は負ける戦いはしないし、今は戦いに来たわけでもない。この前のは脳幹だぞ。
島風。またね。あ、待ってください。怖い口調だった。逃げられちゃいましたね。あれ、イラストリアスさん、どうしたんですか？そこの木の陰にどなたかいるみたいだけど、出てきても大丈夫ですわ。もうセイレーンはいなくなっていますよ。お、ビスマルクさん？いえ、ごめんなさい。火星がいるかと思って様子を見ていたのだけど、出るきっかけも必要性もなさそうで、なんとも拍子抜けだ。おかげさまで。どうしてこちらに？暑かったから夜風に当たりたくて。そこでまさかこんな騒ぎに出くわすとは。お互い早く休みたいところね。皆様、ご無事ですか？I also wish to rest quickly. 助けに来ました。わ、ビスマルクさんもいる。お怪我はございませんか？ええ、勇敢なお二人のおかげで、私は隠れているだけのそんな役回りだったわ。いえいえ。さて、明日の演習は鉄血の晴れ舞台なのでね、いろいろと準備があるので今宵はおいとまさせていただきたい。構わないわね。はい、構いません。この時の島風はどうしてイラストリアスさんが少し険しい顔をしていたのか分かりませんでした。島風はピュリさんと初めて出会った時のことを話しながら、金塊や島内で異常が発生していないかを皆さんと一緒に調べ回りました。どうやら本当にピュリさんは何も悪さをしなかったようです。彼女が現れた、それ以上のことは私たちには分からなかったんです。そして長い夜が明けました。フッフッフ、島風の時間ですな。 So there's the next fence for next time. It's putting on the blinders. もう、だって島風艦隊の強化につなげます。うわ、これは値打ち物な気がします。島風艦隊